ナルニア国は、C.S. ルイスの児童文学、ナルニア国物語に登場する架空の国。アーケン国の北、アレチ地帯の南に位置する国。王都は、ケアパラベル。イタリアウンブリア州のナルニに由来する。南方を、カロールメン砂漠、北方をドロヒトアレチ、西方を、ヨカ山脈、東方を、アスラン海によって隔離されたナルニア地方のうち、南側の山がちな部分が、 アーケン国、北側の平野部が、ナルニア国である。国土は、西と南の山地を除いてはほぼ平野であり、街頭跡や、ドリアード森林地帯を経て、海に至る。気候は温帯に属するが、北方と山地の一部は亜寒帯に属する。公用語は英語。宗教は、ナルニア国の創造主であり、海の彼方の大抵の息子、森の王、王の王とも呼ばれる巨大なライオン。 アスランを信仰するアスラン教。異教の排斥が周辺国、特にカロール面から批判されている。魔法が存在するが、用いることができるのはアスランや魔女など一部のもののみ。聖教一致を制。テルマール占領以来、貴族性がある。王になれるのは人間種だけである。社会は概ね安定しているが、小人族は分離独立志向が強い。 北方からは巨人国南方はカロール面からの脅威があるが前者が散発的偶発的なのに対し後者は計画的にナルニア占領を画策しているナルニアはそれに対し要塞を整備しているが本格的な軍備増強はなされていないカロール面とは宗教的に対立しているその背景に ナルニアの正教一致生態と、その下での多子教配石がある。カロール面は、その是正を求めているが、ナルニアは一貫して無視しているために、交渉は決裂している。経済的にはあまり見るべき産物はない。自給自足であるが、カロール面へは馬、金銀などを輸出し、油、絨毯などを輸入している。奴隷、及び物言う、獣の輸出は禁止されている。 創世主アスランがナルニアを含めた全世界を無から作り出した。その際、滅びく世界、チャーンから邪悪な女帝ジェイディスが入り込んだが、アスランの姿を見ると辺境へ逃れた。アスランは、ロンドンの馬車屋であったフランクを、ナルニアの王につけフランク長が成立。フランク5世の時、王のジナンコールが、ナルニアの南方を開拓し、アーケン国を起こした。フランク九世の時、 離れ島諸島をナルニア領とした。やがてフランク朝が衰えると、それに乗じて北方から白い魔女が侵入。ナルニアを制圧し、魔法により100年もの間、全土を冬とした。そのため、この時代を冬の時代と呼ぶ。魔女は密告と刑罰によって恐怖政治を敷いたため、ナルニアにはレジスタンス運動が発生した。そのレジスタンス運動を指揮したのが、ピーター。 スーザン、エドマンド、ルーシーのペベンシー4兄弟姉妹である。彼らは国民の不満を結集し、ついに魔女をベルナで打ち破り、王とケアパラベルを回復、王位についた。長兄ピーターは解明君主として評され、一の王、ピーターとも呼ばれる。ペベンシー朝は北方の巨人族を打ち破り、同盟国であるアーケン国に侵攻したカロール面を撃退。 また海外にまで植民地を建設するなど、ナルニアの黄金時代であった。しかし、ベベンシー兄弟姉妹は、街頭後のでの狩りの途中、行方不明になり、ナルニアは、混乱期を迎える。これ以後ナルニアは、小国が乱立し、小規模な戦闘が繰り返される時代が続いたが、その分立状態にピリオドを打ったのが、カスピアン一世率いるテルマールによる占領である。 テルマール人は、元南太平洋の海賊で、とある島のホラー穴を経て、ナルニアの西方、テルマールに移り住んだ者たちの子孫である。ナルニアを掌握した彼らはベルナに神徒を築き、人間以外を弾圧する政策を進めたため、小人や獣たちは地下に潜る。カスピアン九世の弟ミラースは、実刑である王を暗殺し王位についた。その後、実子が生まれたことをきっかけに、 多い継承権を持つカスピアン9世の実子カスピアン10世の暗殺を試みるが、カスピアン10世は過労時で王宮を脱出し、レジスタンスに身を投じる。カスピアン10世は、ベベンシー兄弟の助けを得て、叔父、ミラースを破り、物言う、獣たちの国を再建。また、朝ビラキマルに乗り込み、この世の東の果てを目指した、公開王としても知られる。以降王朝は、 カスピアン10世のコリリアンから、そのライマゴエルリアンまで200年以上続くが、エルリアンのコチリアン王の時に、アスランとその従者を戦勝するケザルの横島、ロバの戸惑いが、カロールメンと通じ信仰を手助けする。ケアパラベルが陥落し、ナルニアはカロールメン領になるかと思われた。しかし、ナルニアの存在する世界そのものが、終わりの時を迎え、ナルニア人、アーケン人、 カロールメンジンのどれも等しく滅びた。ありがとうございます。